どうもシルコです。どうもミントスです。ミントさん、今日は例外配達っていうゲームをちょっとミベさんおすすめということでやろうと思うんですけども、すごいゲームなんです。ミベさんが勧めてくるぐらいだからね。絶対遠いです、このゲームは。今日ちょっとナビゲーターしっかりよろしくお願いします。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。始める。行きましょう。俺これ系のシリーズさ、一個もやってないんだけど、もうそれダメですわ。デリバリーマン。はい、やつ。え、怖っ。え、画面怖っ、これ。いや、怖くないです。これ全然怖くないです。はい。マウス操作ね。いや、インタラクト。はい。はい。これ、あ、シフトで一応走ってます。これ、何するゲームなの？あ、はい。それだと最初に、荷物。あ、怖くない？これ。観光、あ、すいません、あの、申し訳ありません、あの、配達員なんで、荷物持ってあっていいですか。あ、荷物持たないと、あるんですよ。荷物どこ？そこです、そこです。ミリオフ、そこです。あ、これね。はい。はいはいはい。5つの段ボール届ければ、今日は終わることができる。はい。好きです、帰ってから。どうでもいいです。じゃあ、選ぶの、これ。選ぶやつによって怖さがあるんで。選んでください。待って、この明らか大きいのは危ない気がする。で、小さいのも危ない。なので、で、かといって A は順番に行くから、きっとこれも危ない。なので、B か C だな。あ、いましたね。B と C はちょっと似てるから、B が怖くない。あ、いやー、お目が高い。どれか運ぶかの人は。そうなの。なんで俺一生懸命これなんだろう。タブで持ち物を書くの。マウススクロールで。206号室宛ての郵便です。はい、じゃあ行ってください、206号室に。何？あ、今シフトで走るんで。206。もう、マジ怖いんだけど、もう怖いんだけど。なんかさ、嫌な音するんよね。あ、空き缶の音しませんし。ほら。何？何？それ、拾ってください、それ。拾えんの？あ、あ、はい、他の実況者の協力サポーターで。何これ？何なのこれ？怖っ。はい。僕です。ほら。やしくさい。インターホンを押す。ピンポーン。すいません。え？何？出てこない。じゃあもう一回行ってますか。ピンポーン。何ガタガタしてんの？何？何がいるのかな？楽しみだね、シルコ君。ピンポーン。え？ほら、来るよ。ジグザグ来るよ。え？何で来なくない？あと一回早く。早く早く。一回？できなくなっちゃった。いや、何、誰さんがいます。ちょっと通ってください。そこ怖すぎて。何、ただのおじさんなのこれ。何はぁ、来るの遅、とろいな、あいつと同じかよ。二度とその顔を俺にさらさ、これ拾っとけよ。ペットボトルのご褒美です。おじさんの口づけが入ってる、ペットボトルなんで、これ。荷物届けたら、あ、今ので、ね、届きました。終わり？また、配達、また新しいやつあるんで、あと4個ある。落ち着いて。 C、 あ、 C はどこに行くんだっけ。あ、先飛ぶで。何、ま、502、502エレベーター使いましょう。じゃあ、はい、次回です。あの、すみません、降りてくる時間です。待ってます。あ、せっかちちょっと入って。狭くない？すごいです。クリア、何ここ。うわうわ、気をつけください、エレベーター気をつけください。何来るぞ来るぞ来るぞ。5回です。
これ1だ。502だ。502。はい。ここですね。これ何が違うの？インターホンとノック。まあ、いや、インターホンね。ピンポン。うわ、なんで急に開けん？びっくり。はい。何？さ、この子の顔よく見てください。顔？どう思います？めっちゃ白い。意外に可愛いですね。ああ。猫もいる。あ、そうだ、これ。はい。404号室の人にもらったんだけど、毒とか入ってたら怖いし、このアパートペット禁止なのに、猫飼ってることバレたらどうすんのって話。ほんと迷惑。はい。猫缶ゲットです。終わり？終わりです。猫。でも猫缶どこかで使えるかもしれませんよ。もらったって。おー、キャットフード。あ、食べてみないか。じゃあ、一回行こう。うん、これ何、もうこドアの閉まり方怖くない？なんかいや、これ結構怖いです。これ、あの、多分グラフィックの割とバグです。怖っ。猫いんのかな。あ、猫じゃないこれ。あ、気づかれましたね。あ、げてください。なんかめっちゃぼやけるんだけど。そう、それ塩です。あげる。あ、はい、食べてる。あ、かわいい。なんか、猫なんか押さえてませんでした？何を押さえてた？なんかこれ？おへ、元気してる。新しいアパートと前のアパートで、郵便車と合わなくて引っ越すことになっちゃったけど、今回大丈夫そう？前は障害のことや生活等のことでバカにしてくれるような人がいるんだ。前も何度も言ったけど、前のことはあちらさんがいけなかったんだよ。俺は何も悪くないからね。自分を責めてはいけないよ。仕事も決まらなくても焦っちゃダメだよ。これお母さん自慢の息子だ。大丈夫。前のアパートで辛いことばっかりだったかもしれないけど、くじけずにもうちょっと。お母さん応援してるからね。はい。この手紙捨てちゃったの？すみません。なぜ捨てたんですか？あ、何これ。あんま開けないとこ怖いから。開けた方がいいです。やりたい。あんま開けたら怖くない？ちょっと、何これ。開かないよ。開かないです。開かない。開かないの？残念ながら開くと開かないです。あ、それはあの換気扇なんで。怖い。これめっちゃ怖いよ。ここが一番怖いかもしれない。あと3つでしょ。じゃあ重い。でっかいのがいこう。いいの。何が入ってんじゃん。でかいやつ。ああ、なんかやばいのが入ってってこと？やば、それはちょっといないですよ。401か。4番って数字がなんか普通ですよね、やっぱり、ね、待って、なんかいる。泣いてください。あれ誰ですか、しるこさん。さっきペットボトルぶつけてきた。何あきかんくんです。ちょっとあそこ行ってみましょうよ、どうせやったら。やだよ。いい、なんかしてくんじゃない。いないいないです。どこにいるんですか。何どこにいると思いますか。わかんない。一回？もういないの？あれ。怖いんだけど、なんか。ちょっと待って、どこ？狭っ。何回入っても狭いな、これ。もっと狭いんじゃない？こんなエレベーター狭いことある？あ、古い。うわっ！何？ゴミがいっぱいです。出れなくない？なんか3階の方がゴミいっぱいです。何何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 何これ、いけなくない？押してもダメなら聞いてみるってことはありますよね。どういうこと？ゴミが上にあるなら、さらに上に行けばいいじゃないですか。あー、なるほど。5階から行けばいいんだ、じゃあ。まあそうです。まずいやつです。怖え、なんかここ待ってんのが怖え。後ろから来ない？大丈夫？何ここ、なんで音をすんのこれ。
な。他はさっき来たよね。し周り警戒して。401ね。はい。ここだ。失礼します。ピンポーン。はーい。え？あ？あ？なに？なんで？え？はい。ここで。多分ちょっと人見知りなんですよね、これ。うん。こ、怖い。お、僕も同じに見えます？お、怖くないですか？このアパート。お、僕もこの中の一人になってます？気にしないで。何が？あ、なんです？ああ、なんか嫌な予感がする。あ、彼のことで来たわけでは。ああ、なるほど。その荷物ですね。でもその荷物は信用できるかわからない。あなたも。さ、妻子と話してきてください。さ、妻子と話してくるまで、そう、その荷物を受け取ることはできません。あ、妻子は、101号室。はい。何？誰？つまり、ここ室行きましょうか。妻子がどこか行くの？そこまで行かなきゃいけないってこと？はい。なんか落ちてる。あ、気づかれましたか？さっきのペットボトルだ。投げられたやつは。生まれたペットボトルそれ。今ある5。ここですね。はいし。はい。おーい。何？お。ねえ。え？めっちゃ怖。はい。ちょっとこの顔見てください、よーく。あん？みちるに言われてきたのか。俺はこの辺の大使だ。これ以上は言わない。あ、それだろ？その荷物は乗られてる。供養する必要があるな。だがその前に必要なものがある。わかるだろう。金。あ？金だよ、金。金。な、え？ちって。金を持ってこいって。ええー。金なんかないですよ。でも、誰の荷物？え？誰の荷物？誰の身？誰の荷物？誰の荷物？あ、40。お、なんか拾ったよ。教会という実況者のあれです。へえ。実況者のあの協力したテスターの一つの名前が刻まれてるんです。はいはい、あ、なるほど。あ、テストをねした人もね。ちなに？え、やばな。取り抜けたんだけど、うわ、え、もう一回行けばいいのじゃあこれ。まあそうですね。まあ、とりあえず行きましょう。まだ覗いてんの？あんたまだ覗いてんの？さ、最初話してきた。直接？あ、マジで言ってます。運がいいです。僕はインターホン越しに話したのに、それでお金が必要と、もちろん払います。最初が言うことは絶対です。間違いない。そう渡してください。すぐに。待たせるなんて申し訳ない。お金もらった。はい。お金もらったよ。はい。1000円。正解です。1000円じゃあ、持ってきます。大使さんに。いっぱいお金じゃなくてアイテム持ってんな、今。そうっすね。まあ、全部後々使う。はい。大使さん。はーい。開いたままなのこれ。開いたままです。ちょっとわかります。なんで開いたままで待ってんのずっとこの人。汚してみろ。待て。はい、何？ち、舐めてんのか。どいつもこいつも。一郎はこれで大丈夫だと思ったのか。え？あるわけねえだろ。一郎にもっと金出させてこい。え？はい。もう一回言ってください。マジ？ここちょっと面白いですね。なぜか。1000円。1000円いや。足んないの？供養で1000円ってちょっと安くないですか？まあ確かに確かに確かに。送料とかだったらね、あれだけど。確かに。事物を浄化させば甘い話ですよ、ね、うん、確かに。そう言われてみれば1000円で。1000円でなんて、ちょっと虫がいい。もっとくれ。ほら、お金くれ。あ、何ですか？足りなかった。大使、僕を許してください。これで足りるといいんですが、
お、今月はこれが全てです。もう一円もない。親にももっとお金を頼まないと。わっ、なんだこれ、1万円じゃない。じゃあ福沢くんが出ますここで。俺だったら妻子もにっこり、お金持ってきたよ。はい、あんた怖えな、いつも足りるわけねえだろ。え、待て、嘘。ああ、まあいいやろ、ギリギリだがな。ち、今回道を用意してる。よう始めるか。何？今供養します。ふう、終わったぞ。ち、さあ出ろ。え、何？浄化完了です。もう用が済むとすぐバターンって閉めるじゃん。用がないです。はい、ちょっともう一回一流のとこ行きます。誤解です。はい、さあ、次にダイレクトアタック。ダイレクトアタック。さあ、妻子、僕を許してください。さっさと荷物を渡してください。出てってください。はい、え、以上です。え、終わり。終わりです。え、さあ、しかし、荷物あと2つ残ってます。どんどん行きましょう。なんかいや、これさ、最後に来るんじゃないの。いやいやいや、わかんないですよ、それは。僕やったことないんで、今回。305 305ここかな。はい、なんか、え、ここだけなんかちょっといい、怖いな。怖いんだけど。あ、いた、あ、いた。うわー、あ、来ましたよ。え、いない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 。開いてください、リコさん。いないんだけど。いえ、今日います。や、やばくない、やばくない。大丈夫です。大丈夫。え、ほんと。めちゃめちゃしてることが。え、なんか声、え、え、閉めよう。荷物置こう、ここに。ダメなんです。置けないんです。これ入ったらさ、出れなくなっちゃうとかないの？大丈夫？そいつは入ってからも同時でしょ。リコさん、入って。あ、あ、あ、あー、しまっちゃったね。ねえ、あ、ほら、開きますよ。え、え、何？今行きます。はい。え、奥にいるんですかね。奥見ればいいですよ。入れないよ。今から来るじゃないですか。びっくりした。え、かわいいメガネ女の子います。え、え、体やばくない。ねえ、何してんの。逆にや、何やつ分かってるでしょ。ペットフレームよ。組み立て終わるまでが仕事でしょ。え、荷物を持ってください。おい、何？どうしたらいいの？どこで組み立てんの？ここ？ここ？どこで寝るの、あなた？どこで寝るの、あなた？なんで和室なの？あ、ほら、書いてますね。あ、ここって書いてる。ここって書いてます。コーヒー、あの、女子大生の、あの、飲む家庭の前か。はい。あぜなんです。はい、ベッドルーム立てます。何？何？いないの？どこ行ったの？あ、なんか、なんか横空いてません？横空いてる？おい、あ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 、やばい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 、どうしたんですか？やばい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 、血が出てる、血が出てる。え、え、え、やばくない？やばくない？一体なんで血が出てるんでしょうね。なに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 、この部屋やばくない？あ！いや、なにこれ。なんか上から血が出てますよね。
まいようや。この部屋出た方がいい。え、さっきの人は？いません。え、待った。はい。帰ろ。あそこは終わりです。次は次へ行きます。え、終わりなの？はい。え、今の305号室だっけ？はい。今の305号室。じゃあ405号室で何か起きたんだ、事件が。ああ、何が起こるんでしょうね。え、待って！なんか置いてあんだけど。ちょっとそれ、触ってみたらいいんじゃないですか。何これ？触れないよ。ただのチャリンコです。なんでここに置いてあんの、チャリンコ。あ、そうです。誰かが取ってきたのかもしれませんよ。これどこ？405号室じゃないよね、まさか。さあ、見てください。何号室なのか。202号室だ。意外に近いんです。202って、ここ登れるとこじゃん。はい。ちょっと待ってください。ここだ。はい。はい、インターホンもこう怖いからここ下がっとこう。え、何？なんでここに強制って、わっ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 、ああ、え、あ、息子が行っちゃったわ。あなたが急に来たから、あなたのせいだわ。息子を連れてきた。え、はい、え、息子をたけし君を、どこ行った息子。ちりこさん、何か一つ覚えてることありませんか。ん？何か嫌なもの。ここだ。いや、違う。自転車だ。いやいや、チャリンコは何もなかったでしょ。嫌なこと。もっと覚えてるものありませんか。一つ。いや、もう何もないよ。先ほどの部屋で何がありますか。何もないよ。何もなかったよ。いえ、あ、2階前です。2階前。305号室、何がありますか。うん、305号室、何もなかったよ。ベッド組み立てた。最後に何かいませんでした。上から下に落ちてくる。行くな、あそこ。405号室に行くってこと？エクサクトリー、正解です。